逮捕されました。えー、どうも、えなかのこです。えー、ちょっとね、速報で今、上げさせてもらっているんですけれども、えー、ブレイキングダウン、今年で、ね、えー、逮捕者の数、えー、もう皆さん多すぎてね、忘れちゃうぐらいのレベル。まあ、ざっとね、この画像にある通り、えー、まあ、いろいろおりましてね、 えー、もう数え、もらしか6人でど、どの人が6人かちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、とりあえず6、年6人逮捕されて、具体的にね、罪状がわからないらしいんですね。で、ただ、逮捕されたのは9月某日に逮捕されたということなんですけれども、えー、誰かと言いますとお、こちらですね。えー、元 COO かな。ブレイキングダウンのね、元 COO のユ、えーゴ氏でありまして、 えー、で、こちらの投稿ね、ブレイキングダウンの元 c c o か、c o 板垣ーゴことーゴさんが逮捕されてると。バン中村の YouTube 見て知った。何をして捕まったのかわからないが、会社には困難出てた、まあ。これ去年の3月ですね、えー。ということでね、これはね、レディオブック株式会社で役員の社会的信用を毀損した行為で、本日所轄の警察署にて、被害届けが受理された。えー ということで、ちょっと、ユーゴ氏が、ちょっとや、やばいことやっちゃったということでね、プレスリリースみたいな、あ出したんですけれども。で、ちょっとね、僕が前出したね、動画の方で、まあ、ユーゴ氏が、えー、ブレイキングダウンの CEO を退任した理由なんですけれども、えー、2つあって、簡単に言いますと、ブレイキングダウンの会場領未使用問題ですね。それと、 あと、レディオブックの方で、えー、タブレットの販売ですね。タブレットの販売、投資話で、えー、金銭トラブルですね。金銭トラブルを起こしてたと。そこで、裁判で今、係争中なら、かなえー、まあ、負けたか、多分ね、係争中だったと思います。ちょっとごめん、判決ついたかまでは分からないんですけれども。ということで、ちょっと金銭トラブルと、結構いろいろ起こしてたということ。で、そこでね、逮捕されたっていうことはね、やっぱよっぽどやばいことやったとしか、 思えないですけれども。まあ、一応ニュースにはね、まだ、ね、なってないんですよね。どこにもね、えー。ヤフーニュースとかでね、いろいろ調べたんですけれども、もうソース元が出てないと。ただ、バン中村さんのとこには、まあ、情報がいってるんで、えー、まあ、結構いろんなすごいことやってた、金銭トラブルもあったりね、会場料未知、日常でッ問題とかね、いろいろ噂あったんで、まあまあ、逮捕されてもね、驚かない人物の一人ではあったんですけど、まあ、今まではね、 えーまあ、選手ですよね。こういった選手が多かったんですけれども、まさかのね、元 c e 王が逮捕されるということでね、えー、まあ本当ね、もうここまで来たらね、もうあんまもうね、驚かなくなってきてるんですよ。皆さんね、逮捕者が出てもね。ということで、またね、ユ、えーゴ氏、何で逮捕されたか、罪状とかね、わかりましたらね、えー、速報報じていきたいと思いますのでね、えー、チャンネル登録して、次の動画をお待ちいただければと,と思います。またね、えー、では最後までご視聴いただき。 ありがとうございました。